小坂純造は、日本の実業家、政治家、新越科学工業及び、東進電機及び、長野伝統創業者、長野県生まれ、長野県上海の地群や奈原村で、品の毎日新聞社長や、衆議院議員などを務めた、小坂善之助の長男として生まれる。旧制長野中学校、品の毎日新聞取締役、日本中学などを経て、1904年に、 東京高等商業学校を卒業する。元社団法人、助水会会員であり、牢状事件の際は、交渉委員として母校防衛に活躍した。1904年に、日本銀行へ入行、1908年に同校を退職し、品野銀行取締役。1911年、品野毎日新聞社長、長野商業会議所、回答。 1923年長野伝統社長、1928年新越窒素肥料社長、1950年日本初送電総裁、1954年電源開発総裁、電気事業経営社会議員,委員長なども務めた。1912年第11回総選挙に立憲政友会公認で立候補し、衆議院議員に初当選する。 その後立憲民政党に所属する。1929年に、宅務省政務次官、1932年に、貴族院多額納税者議員、1946年に、数密顧問官と歴任した。1960年10月9日に、胸の痛みを訴えて倒れた後、世田谷区にある自宅で療養を続けていたが、10月16日昼過ぎに79歳で死亡した。 死因は、心筋拘束である。君位等曲日大受賞を送られた。渋谷区昆納町や世田谷区世田に住んだ。世田谷の住居は、串手有形文化財とされ、区立、世田四丁目旧小坂緑地として、公開管理されている。墓は、玉霊園にある。父親は、小坂善之助、弟に、小坂武雄、姉妹の夫に、花岡二郎、深井英語。 角田だただしえなどがいる。外務大臣を務めた小坂善太郎は長男、運輸大臣を務めた小坂徳三郎は三男、文部科学大臣を務めた小坂健治は孫である。長女、ゆり子の夫は東京都知事を務めたみのべり吉である。第13代日本銀行総裁の深井英吾は、規定、天文学者の萩原雄介は、名の夫にあたる。 日本テレビ放送網副社長の萩原敏夫は、名の三男、読売テレビアナウンサーの萩原明良美と、札幌テレビ放送アナウンサーの萩原隆夫は、名の孫にあたる。ありがとうございます。